私たちの生活に欠かせない大切な電気を24時間365日守っているのが中部電気保安協会です。私たち中部電気保安協会は1965年の創業以来半世紀を超えて地域の電気の安全に努めています。中部5県下に6支店47営業所あります。長野県内では9カ所の営業所があり、国家資格を持った約290名の専門技術者が地域の皆様の電気の安全を守っています。電気設備にトラブルがあると感電や火災といった事故、あるいは大停電などをもたらす恐れがあり、重大な損失につながるほか、社会的にも大きな影響を及ぼしかねません。中部電気保安協会ではこうしたオフィスビルや病院、工場など大切な社会インフラを支えるため、電気を安心して使えるように電気設備を守っています。ここにはお客様が使用している電気の元となる大切な設備が入っているんだ。その設備に異常がないか、電気が安全に送られているか点検しているんだよ。もしトラブルがあればお客様にすぐにお話しし、元の正しい状態に戻るよう私たちも協力しているんだよ。資格取得のための支援だけでなく、新人を優しくサポートしてくれる指導員制度もあります。先輩方からいろいろご指導いただいて、今ではスムーズに仕事、業務をこなせるようになっております。もう一つ一つわからないことがあればすぐに指導員に聞いて、丁寧に教えてもらいながら業務を覚えていく、かなり心強い存在だと思います。去年4月に初めての子供が生まれた青柳さん、男性では営業所で初めて育児休職を取得しました。業務も、あった中でだったので、最初はちょっとちゃんと取れるのかなというのが不安はあったんですけど、やっぱり同僚のみんなが本当に快く引き受けてくれたので、育児に専念することができました。子供の毎日の成長を妻と一緒に見られて、本当に宝物のような経験になりました。青柳さん、仕事のやりがいは？停電や、漏電などのトラブルが起きたときに、自分の知識や技術で解決できたとき、そういったときにやっぱりやりがいを感じます。トラブル解決した後の、お客様の笑顔を見ると、社会に貢献する仕事をしているなと実感します。